はいみなさんこんにちは。皆さんの英語学習を動画で楽にする実践系英語 YouTuber 坂金社長です。今日も元気よく統一パート5の形式の問題を見てまいりましょう。今回扱う問題はこちらの問題です。 今回の単語は1つだけです。デンティストリー、歯科医業という意味なんですね。デンティストは皆さんご存知かもしれないですけども、これは歯医者さんですよね。お医者さんのこと、デンティスト、歯医者さんですね。それに、デンティストリーですから、RY がついてる感じなんですけども、それで歯科医の仕事、歯科医業ということになるんですね。フレーズとして覚えておいたらいいのは、プラクティス・デンティストリー。これで歯科医をする、歯科医業として働いているという意味なんですね。同じように、プラクティス・ メディスンって言ったら医者の仕事をしている医師として開業しているという意味になるんですねそんなふうに c t i c e dentistry とか practice medicine という言い方これセットで決まった表現なので一緒に覚えておきましょうはいそれではこの問題解説してまいります Mr. Santos has been practicing dentistry for over 50 years and is a well-known c o o l in the field こうなってますはい ちょょっと練習しましまうか統一接続詞のアンドの練習しましょう A&B の A と B はそれぞれどこからとどこからでしょうかもう皆さん大丈夫ですよねまず後ろを見るんでした直後を見るんでしたそれを B と置くんでしたはいそして同じ形あるいは同じ品種を前で探すんでしたこれはの後ろを見ると「is という B 動詞がありますねそして「 あ、well known なんとかという保護があります。つまり動詞以降が B なわけですから、はい、前で動詞を探しましょう。探す、探す、探す動詞あったここ。ということで、has been 以下が A と決まりました。ということで、この has been の主語と is の主語は共通で、ミスターサントさんなんですね。 はい、そしてこんな風になっています。まず A の部分、has been practicing dentistry dent、practice dentistry で歯科医として働いているという意味なので、それの現在完了進行形ですよね。現在完了の進行形ですね。はい、ずっと今まで歯医者として働いているね、歯科として働いている歯科医業を開業している はい、どれぐらいの間なのか、それが。前置詞 for プラス目的語です。50年。以上の間です。このオーバーは。モアザンで言い換えられる、何何以上ということなんですね。ですので、50年以上の for 間。司会業を。営んでいるところなんですね。はい、そして。 その分野つまり歯科医療の分野において有名なよく知られた空欄なのであるとこうきています。そしたらここで皆さん注意してほしいのはこの SVC という二文形なんですね。第二文形の特徴は S=C イコール、C、ですから。 絶対にこれはサントスさんとイコールで結べるようなものを選ばなければいけませんじゃあ見てまいりましょう有名な何なんでしょうかサントスさんは一番プロフェッションこれ職業専門職的な意味の職業なんですよね。はい、そしてそれの類似の名詞これはプロフェッショナルなんですけどもこのプロフェッショナルというのは形容詞の場合はプロの 専門家の専門的なということなんですけども名詞として働くこともできますこれが専門家という意味なんですねですので名詞と形容詞ありますけども形容詞はこんな保護にねここに入れたおかしいですよね「あ」がついてるんでね「あ」がついてるからこう形容詞入れたおかしいですけども名詞として考えれば有名な専門家であるということでこれ B が正解。ね。 はいで学生とか患者というのも人間だから入る可能性はありますが学生だったらまだ歯科医の免許取れてないですから開業してたらやばいですよね50年以上もね無免許状態で歯科医をしているこれやばい次患者さんこれは治療される方の人ですからダメとペイシェントも名詞と形容詞ありますよねはい思い思出しましまょう 名詞の場合は患者さんです。そして形容詞の場合は忍耐強い、我慢強いという意味です。ペイシエントリーだったら我慢強く忍耐強くという副詞になります。L Y がついたらね。はい、患者さんというのは痛みに耐えたりしないといけない、忍耐強くないといけない。それで覚えておいてくださいね。はい、ということでこの場合の答えは専門家、プロフェッショナル、プロの人、専門家、プロフェッショナル。答えは B。 でした。はいそれでは力がつく音読のコーナーに行きましょう腕立て伏線のこの上げる時のようにね力がつくんだね Mr.Santos has been practicing dentistry for over f i f t years y はいここで一つ目の文章切れますから切っておきましょうか And is a well-known professional in the field これは一気にいけそうですはいということでここの切れ目を意識して音読スタート mr santos has been practicing dentistry for over 50 years and is a well-known professional in the field mr santos has been practicing dentistry for over 50 years and is a well-known professional in the field mr santos has been practicing dentistry for over 50 years and is a well-known professional in the field mr santos has been practicing dentistry for over 50 years and is a well-known professional in the field mr santos has been practicing dentistry for over 50 years and is a well-known professional in the field mr santos has been practicing dentistry for over 50 years and is a well-known professional in the field mr santos has been practicing dentistry for over 50 years and is a well-known professional in the field mr santos has been practicing dentistry for over 50 years and is a well-known professional in the field Good job.